川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件。皆さんこんばんは。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件、パーソナリティの川口里奈です。この番組はいつか事務所の自動ドアが開くことを夢見て成長していく私の物語です。まだ開きません。番組は今日で第3回目となりました。前回はね、番組初のゲストとして自分の先輩であるやや様こと山名彩さんに来ていただきました。とっても幸せな時間でした。もうにんまりしてましたね、本当に。そして皆さん、ツイッターで番組の感想をつぶやいていた、つぶやく際はハッシュタグなりだけをつけてツイートしてくださいねってことで、それでは早速始めていきましょう。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件、スタートでーす。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りします。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件。改めまして、川口里奈です。先週はね、そのやや様こと山名彩様が来てくださったじゃないですか。私カミカミだ、本当に先週もなんですけど。でね、一応やや様のお話も、したいなって、先週の感想とかも言いたいなって思うんですけど、実はメールでその話題について触れてくださってるメールが来てるので、よかったら後ほどね、ちょっとまとめてお話しさせていただこうかなって。まずは私がここ2週間での出来事っていうか、どんなことがあったのかなみたいなお話。そんなにね、外に出かけて何かをするってことはなかったんですけど、新しいコスメを3つ買いまして、アイシャドウとチークと、あとハイライトっていう光らせるやつを買ったんですけど、なんかね、すごい自分結構パキッとした色が好きで、結構原色とかそういう濃いめの色が好きなんですけど、今回はアイシャドウ薄めの淡い女の子うさぎちゃんみたいなね、ちょ色を買ったんですよ。そう、淡い色をね、だから可愛くてね、つけてみたら、今日はねそれと濃い色を合わせて使っちゃったから結局濃くなっちゃったんですけど、めっちゃ可愛くて、なんかそういう淡い色とかもいいなって思って、であとチークがコーラルチークみたいなのを買ったんですけど、もうめちゃくちゃ可愛いの。今可愛いしか言わないからね。本当に可愛いの。なんかコーラルチークなんですけど、ラメがゴールドパールのなんかラメが入ってて、すごいハイライトとかを結構こことかいろんなとこに入れたりするんですけど、もうそのチークを入れるだけでもうテヤーンってなるの。ツヤーン、テヤーン、テヤンテヤンみたいなになって、すごい可愛いんですよ。で、ハイライトも買ったんですけど、なんかハイライト、すごい、もう輝く、もう光り輝くハイライト、ちょっとピョンってしただけでもこれもテヤンってなるの。テヤンってなる、テヤテヤ系のねハイライト買いました。でね、アイシャドウがデイジークっていうところのアイシャドウを買って、でチークがヒンスっていう、どっちも韓国なんですけど、でハイライトがフェンティービューティーっていう、これはどこなんだろう、海外のでも、ブランドのハイライトを買って、めちゃくちゃ可愛いです。なんかハイライトとかはこういう鼻筋とか頬とかじゃなくて、涙袋とかにも使えるし、結構多用できるいいハイライトを買いましたっていう、私の最近のコスメのね、なんかお話でした。あと今週
先週か、映画を一本見に行って、その映画がすごく自分にはハマったので、後でティーブレイクでちょっと触れていこうかなって思うので、ティーブレイクももちろん見てくださいねってことで、それではここからね、皆さんからいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。では早速1つ目ありがとうございます。ペンネームいちかさん、ありがとうございます。なりちゃんこんばんは。山根あやさんのゲスト回見ましたよ。ありがとうございます。初回より少し緊張がほどけていて和やかなブーノでしたね。でも結構私緊張してたのか、ちょっと噛んでたのが面白かったですねゲストに大好きで頼れるやや先輩がいたからか、トークも弾み、お二人のお話をいろいろと聞けました。またなりちゃんの可愛い笑顔もたくさん見れたと思います。お恥ずかしい、ありがとうございます。これからもこの番組を通じてなりちゃんの魅力を知っていけたらなと思います。ありがとうございます。確かにもうややしゃまといると結構普段の私たちっていう感じで、あの砕けて話せてたなと思うんですけど、なんか私自分で見返して、ややしゃまと話してる時ってあんなににんまりしてんのほーんって思っていやー、引かないでいてくれるややしゃまの寛大さに私は感謝するばかり。でも本当に楽しかったですね。ヤヤシャマすごい、紅茶もあの最後にあのティーブレイクの時間にヤヤシャマに紅茶を入れさせていただいて、でその紅茶も私がヤヤシャマにこれが合うんじゃないかなって選んだ紅茶だったので、すっごいもう一番美味しいって言って飲んでくださったんですよ。もうそれが本当に嬉しくてね、私はホクホク帰りました。帰り道に2人でパンを買って食べました楽しかったですいちかさんありがとうございます次お願いします。ペンネームチュニさん、ありがとうございます。なりちゃんこんばんは。こんばんは。前回ゲストのややしゃま、ツイッターにてバースデーカードをもらったとご報告されていましたね。とても素敵でした。ありがとうございます。誕生日というとサプライズを準備される方もいますが、なりちゃんはこういったサプライズイベントはご経験ありますか？またサプライズする側の経験はありますか？ということでね、サプライズされたこともしたこともあります。結構私は人の誕生日を祝うのが好きなので、結構お店予約してケーキを持ってきてくれるみたいな、そういうあのなんかなんだろう、なんて言うんだろうな、割とすぐにできるようなサプライズもするし、なんか一回やったことあるのはあの風船みたいな、なんかお部屋にあの風船とかをポポポポポポンっていっぱい置いて、でハッピーバースデーって置いて、その空間を作ってそこに呼び込んでおめでとうみたいなことをしたことありますし、それをしたからか私も同じことをしてもらいました。でもされると嬉しいですよね、サプライズも。そう、なんかプレゼントとかもすごい選ぶの大好きなんですよ。今回の例えばなんかヤヤシャマだったら、まあ、バースデーカードは私がね思いの丈を伝えるために書いたようなものなんですけど、ヤヤシャマにあげたプレゼントもヤヤシャマが、まあ、日常的にも使えて、で綺麗で、なんかなんだろう、もう本人に合うものを選ぶのがすごく好きなので、私は今回いいプレゼントを選べたんじゃないかなって思っています誕生日楽しいですよね。チェニーさんありがとうございます。次読めますか？はい、ペンネーム BB さんからありがとうございます。なりちゃんこんばんは。先日アニメテイルズオブルミナリアに親子の子供役でご出演されていましたね。改めてご出演おめでとうございます。ありがとうございます。あのテイルズシリーズということで、なりちゃんの出演シーン以外にも見どころ満載で、視聴後には思わず PS4 を起動してしまいました。すごい行動力が。さて、ツイッターでテイルズシリーズが思い入れ深いとおっしゃっていましたが、なりちゃんのテイルズの入り口はどのタイトルなのでしょうか？僕は中学生の頃にプレイしたエクシリアをパケ買いしたのが入り口でした。エクシリアか。私の入り口はですね、シンフォニアのラタトスクの騎士なんですよねなんでシンフォニアじゃないのかっていうと、あの友達からテイルズっていう存在を教えてもらって、私そんなにゲームを普段からプレイするタイプではなかったので、まあでも買ってみようって思って、たまたまゲーム屋さんに行ったら、あの Wii で、自分の家にハードがあるし、 Wii でかつテイルズだし、なんかシンフォニアって友達言ってたし、これじゃないって思って買ったのがラタトスクで、ね、ラタトスクにあのアリスちゃんっていう敵キャラが出てくるんですけど、
アリスちゃんが本当に好きでね、アリスちゃんが好きなんです。でももちろんシンフォニアもやりましたよ。シンフォニアはコレットちゃんが好きです。結構やれてないプレイ、実際自分がプレイできてないシリーズもあるんですけど、でも一応 全シリーズ割とちゃんと物語知ってて追ってます。昔はあのテイルズオブマガジンっていうなんかマガジンがあるんですよ。月刊だったかなの結構大きめのテイルズのまあなんか雑誌があって、それもめっちゃ買ってて家に積み上がってますね捨てられないのそう、でもテイルズは思い出深いですね。そっか、エクシリアもいいですよね。ミラかっこよかったな。ありがとうございます BB さん。テイルズの話はもっとたくさんどこかでしてみたいな。はい、次、ペンネームおむそばてるまさんからありがとうございます。なりちゃんこんばんは。こんばんは。前回の放送後、なりちゃんはツイッターで部屋に一人でいるのに隣で手を叩く音が聞こえたというホラーな報告をしていましたね。そうなんですよ、怖かったんですよ。やはりホラーが好きな人の周りにはホラーな現象が巻き起こるものなのでしょうか。ちなみになりちゃんはこれまでの人生で特に印象に残ってる怪奇現象は何かありますか。自動ドアが開かないこと以外で。確かに自動ドアが開かないことはホラーですねそう、後ろに何かいるかなって考えちゃいますよね。そう、でもこの間そう、部屋にいる時に隣で手を叩く音聞こえたっていうのが本当に結構怖くて、ソファーに座ってたんですよ、こうやって。でスマホをこうやっていじってて、そしたらもうここら辺で、ここら辺ですよ本当にみたいな、もう本当に綺麗なパーンって音が聞こえて、で、ま、家部屋があってここが廊下で、廊下の先が見えないんですよ、ここのソファーの位置から。で、えって思わず振り返ったんですけど、もちろん誰もいないし私以外に人いないのに何って思って、なんかそんなに隣の人の音が聞こえるとかそういう家ではないので、こんな至近距離でかつ手を叩く、一回だけ手を叩く音が聞こえるってちょっと不自然じゃないですか。ですごい怖かったです。結構ね、私の人生の中でも割と怖い経験かも。でも昔それこそ中学生ぐらいの時に部活の帰り道に、結構部活私吹奏楽だったんで結構遅かったんですけど、それこそ大会前とかだったから8時とか、まあ、7時過ぎてて結構暗くなってて、でたまたまその今も引っ越しちゃったんですけど、前のうちの近くに古墳があってですね、ちょっと盛り上がってて、まあ、草とかが生えててちょっと丘みたいになってるんですよ。で階段とかがあって一応上に登れるようになってて、で、まあ、なんか特に何を思ったのかわからないんですけど古墳にちょっと登ってみようみたいな話に友達となったんですよ、2人で。そうで登って、まあで別に上に特に何もないねみたいな、こんな感じかって思って、でその時友達はちょっと私から距離の離れたところにいたんですよ。でまあ私はなんかちょっと行ったり来たりしてみようと思って階段をちょっと降りてみたんですよね。で降りようとしたら後ろから背中ポンって押されたんですよ。でえって思って、で友達の方を振り返ったけど、友達は離れたところにいるからその手を伸ばして届く距離とかじゃなくて、え、誰が押したのって思って、怖って思って、で私はそれで足をちょっと足首ひねって捻挫みたいな感じで、実際に怪我を、ね、軽い怪我なんですけどしちゃって、人生で一番怖かったのはそれですかね。なんかその実際に触れられたっていうことがあって、まあ、私はなんか見えたこととか別に普段からすごい感じるのとかではないのでだから今もね元気にホラーを見続けてるわけなんですけど、そのこの間のと、まあ、古墳の話が一番自分の人生で怖かった話です。私みんなの怖い話とかも気になるので、よかったら皆様もなんか怖い話あったらぜひ聞かせてください。私そういう話ちょっと聞きたいかもしれない。ありがとうございます、おむそばてるまさん。今回もね紹介しきれなかったお便りもたくさんあるんですけど、また時間がある際に紹介していけたらと思います。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。こちらのコーナーをやっていきます。
なりチョイス、イエーイ、どんどんパッパッ。このコーナーでは趣味がたくさんある私が毎回好きなものや興味があるものを一つチョイスして紹介していきます。ということでね、今回チョイスしたテーマは事務所の趣味の、特技じゃないですよ、趣味の欄に書かせていただいているイラストです。そう、実はここにね、ここにね、あ、アップにしてくださったキラキラ、そう、私が描いたイラストが飾っていただいておりまして、そうなんです、これはね結構いい感じに描けたんじゃないかなって自分でも思ってます。でね、そう、イラストを描くようになったきっかけってそんなに覚えてなくて、結構物心ついた頃には結構描いてて、幼少期とかは本当に多分毎日ずっと描いてました。チラシの裏とか、白くなってるチラシあるじゃないですか、そういうチラシの裏に結構書き殴ってましたねそれこそなんかちっちゃい頃に、もう幼稚園とか幼稚園入る前ぐらいの頃に、お母さんとお父さん結構うちアニメとか漫画が好きなんですけど、お母さんがセーラームーンの DVD を私にずっと見せてくれてて、でもそれこそ私物心ついた時からセーラームーン大好きなんですけど、セーラームーンの絵をずっと描いてましたね、ちっちゃい頃は。だからちっちゃい頃の、もう今あんまり残ってないんですけど、絵を発掘すると大体このお団子ツインか、私あのみなこちゃんとうさぎちゃんが好きだったので、あのここのリボンがねついてるあのハーフアップの女の子みたいな、まあハーフアップっていうかもうロングヘアの女の子みたいな絵がたくさん出てきます。そう、描くようになったきっかけだから、もういつの間にか描いてたような感じですね。で、まあ、小学校も結構描いてて、で小学校高学年くらいになってくると、結構その絵の上手い子ってすごい目立ってくるというか、際立ってくるような感じするじゃないですか。で、まあ、例に漏れず、あの私も結構人のね絵とかを見て、この子すごく上手とか思うようになって、でもね、その頃まではね、私はねめちゃくちゃ自分に自信があったんですよ。なんか私漫画家なれんじゃないみたいな、ちょっとね、あのそういうね、なんかロマンチストなので夢を持ってて、そう、結構絵を描いてて、で中学生ぐらいになってから、なんかそれこそ多分もっとなんか公に絵を描く機会というか、例えば修学旅行のしおりとか、あの学校でなんか新聞とか書くことあるじゃないですか。なんかこれについて調べて自分で新聞でまとめようみたいな、私はそういうのに全部挿絵をつけるタイプだったんですよで、そういうのが廊下あの教室の外に貼り出されるじゃないですか。なんか私それを見て、なんかすごく絵の上手い友達と並んだことがあったんですよ、私とその絵の上手い友達で。なんかあれ、私ってもしかしてそんなにって思ったことがあって、でそこからちょっと絵を描かなくなったんですよね。あんまり見ることばっかりになって描かなくなって、でもそれこそスマートフォンを持つようになってから、アイビスペイントっていうアプリがあるんですけど、それでなんか指で描くようになったんですよ。っていうのも、あのさっきの友達とはまた別の友達がめちゃくちゃそのアイビスでスマホで指で、すっごい絵を描く子がいて、それこそなんか電車の移動中にもう一枚の紙絵を完成させるようなすごい友達がいて、その子に触発されたアイビスを始めて、だけど指で描けないやって思って、指で描けないなって思ったからそれまではね、アナログとかでずっと描いてたんですけど、2年前ぐらいかに、ワコムっていう、なんか私ちょっとあんまり詳しくないんですけど、液タブっていうこの液晶に直接描くタイプのペンタブを買って、でクリップスタジオっていうクリスタっていうソフトを、あの多分セットで買って、そっからデジタルを本格的っていうほど本格的じゃないんですけど、あのデジタルで書くことが多くなりました。最近はずっとデジタルで書くことが多いです。でもアナログも好きなんですけどね。それこそ影響を受けた絵師さん、イラストレーターさんっていうのは、なんか昔はね米津玄師さん
米津玄師さんってすごいあの音楽のイメージが強いと思うんですけど、ジャケットのイラストとかものすごく多彩な方なので、イラストもすごい描かれるんですよ。で、私はそのイラストがすごく好きで、なんていうんだろう、味があるんですよね。濃淡の表現がとっても独特で繊細で、あれは何で描いてらっしゃるのかわかんないですけど、なんかアナログで描いたものをスキャナーで印刷したような、そういうなんかちょっと水彩っぽいような、でも線がびっちりと描き込まれてる、そういう絵柄が好きで、で、その米津さんの絵柄に影響を受けた時代があって、結構自分は白黒でイラストを描くことが多いですね。あんまり色塗りが得意じゃないんですけど、あとはもう一つ、私あんまり自分の絵柄っていうのがそんなに確立されてなくて、もう一つ、あの雨やエマさんっていうイラストレーターさんがいるんですけど、アメマっていう名前でツイッター多分やってらっしゃって、結構可愛らしい、なんだろう、丸っこいフォルムのイラスト、儚い感じのね雰囲気なんですけど、イラストを描かれる方がいて、その方の影響も受けて、それこそなんかちょっと話が戻っちゃうんですけど、山根彩さんに、お渡しした、なんていうの、バースデーカードか、バースデーカードとかは雨やエマさんの絵柄とかに結構影響を受けてるなって見返して思ったりします。その2人かな、影響を受けたのは。そう、視聴者プレゼントにさせていただいてるイラストカードがちょうどこちらにありまして、これもそのうちの一つなんですけど、まあ、全部でどう並べたらいいかな、このね、こんな感じのとあと5セット用意してて、あ、そう、これはこれと一緒ですね。この5枚用意されてて、そう、ちょうどこのポストカードでいうとこの2枚かな、この2枚は雨や山さんリスペクトな絵柄で描かせていただいてます。結構お気に入り、私はこれがすごく自分でも気に入ってます。そう、でもイラスト最近結構自分のイラストを褒めていただける機会とか、こうやって描かせていただける機会が増えたんですけど、私そんなにイラストに正直あんまり自信がなくて、本当にいいんですかっていう気持ちがあるんですよ。丸が来ました。ありがとうございます。なのでね、でもすごく褒めていただけるのはもちろん嬉しくて、その言葉を信用してないわけじゃないんです。ただ私が表現したいものがうまく表現できないなってところがあって、だから液タブを買ったっていうのもあるんですよね。液タブって結構値段が高くて、思い切ったお買い物だったんですね。でも買ったら書くかなって、書いたら成長するって、すごい絵うまい方ってみんな言うじゃないですか。そう、だからまあちょっとずつ少しずつイラストもこれから成長していけるのかなって思ってます、ね、あと私の好きなイラストレーターさんが何人かいて、で今日ちょっとそのうちのお一人の、よいしょ、ちょっとここから撮りますね。お一人の私、武田ひなたさんっていうイラストレーターさんがもうちょっと旅立たれてしまっているんですけど、で今日はこの私の好きな作品であるゴシックからこの挿絵をね描いてらっしゃる方で、めっちゃくちゃ他にもね実はたくさん持ってきているんですけどね。なんかそう、何冊か持ってきました、好きな冊数を。よいしょ。そう、結構この女の子がねとっても特徴的で、お人形さんみたいな女の子を描かれることが多い。でもこの背景の描き込みとか、これで言うと本当にそれこそ背景の描き込みとか色彩のセンスって言ったらちょっとおこがましいんですけど、ものすごく綺麗なんです。本当に絵画みたいに見える。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これ挿絵とか、このページを開いた時に見えるイラストとかあるじゃないですか。そういうのもこのクオリティなんですよ。本当に私もこの方のイラストが大好きすぎて、女の子を描くと、手癖で女の子を描くと、結構この主人公ビクトリカちゃんって言うんですけど、ビクトリカちゃんに寄っちゃうことが多いですね。そう、大好きです。あとは
私が自分のツイッターでフォローさせていただいてるんですけど、海外のイラストレーターさんで抹茶さんっていう MATCHA で抹茶さんっていうイラストレーターさんが結構ふわふわしているなんか妖精さんみたいな色が淡い感じのイラストが多いかなの方とか、あとこれもツイッターでフォローさせていただいてるんですけど、陽一さんっていうひらがなで陽一さんっていう結構ねダークで可愛い女の子を描くイラストレーターさんとか好きで、なんか、ね、ゴシックっぽい、ゴシックってこのゴシックじゃないですよ、ゴスロリチックなそういう可愛い女の子を描かれるイラストレーターさんが好きですっていう感じですかね。私イラスト結構他にも好きな人いっぱいいるんですけど、またどこかで紹介できたらと思います。ということでね、今回は大好きなイラストについてお話ししました。そしてナリチョイスではリスナーの皆さんから私に紹介してほしいものや興味がありそうなものも募集しております。それでは以上ナリチョイスでした。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かないけん。続いてはこちらのコーナー、ひとり声チャレンジ。このコーナーですが、声優にちなんだことだったり全然関係ないことだったり様々なことにチャレンジしていくコーナーです。前回はやや様と3文字しりとりに挑戦させていただきました。まだね、絆のまだまだいけるっていうのが分かって、私的にはいい結果だったんじゃないかなって思ってます。今日はどんなことに挑戦するんでしょうか。ドキドキですね。ということで今回のチャレンジはこちら、バレンタインチャレンジ。バレンタイン近いですもんね。もう3日後かな、もうすぐバレンタインということで、チョコのように甘いセリフを言うチャレンジをしていきます。もう声優ですもんね、怖いな。声優なんよ。声優っぽいチャレンジ来ましたね。甘いセリフ、やり方を説明します。ボックスの中にワードが書かれた紙が入ってます。ワードを2枚引いて、そのワードを使って甘いセリフを即興で考えて言うというチャレンジになります。3回チャレンジして2回クリアできたらこのチャレンジは成功です。甘いセリフになっていたかはスタッフさんが判断してくれます。即興苦手。全部これは全部やばい、全部あかん可能性ありますよ。覚悟してください皆さん。使いやすいのもあれば変なワードも入っているそうです。自信はある。ではやっていきましょう。バレンタインチャレンジスタート。それではまずボックスから2つのワードを引かせていただきます。こういうのは取ったもん勝ちよ。1個ずつ2個取ってから2個取っちゃいますよ。よし、いきますよ。1つ目はスキップです。スキップ、まあいい方なんじゃない。ちょっとすごい、だからロマンチストだな。夢とスキップが出てきました。はい、あ、いいよいいよじゃない。来ましたよ。ではそれではこのワードたちをね使って甘いセリフ言っちゃいますよ。いいですか、私は準備はできてますよ。それでは3、2、1、9。私昨日先輩の夢見たんです。それではまず今日スキップしてここまで来ちゃいました。絶対ありえますよね。でもスキップか。スキップしてね、道歩いてる人いたらどうしたのってちょっと思っちゃいますよね。じゃあこれはね、まあね、私はね今回はいいものを引いたと思いますよ。ではね、しのごの言わずに次、これとこれ、なんか漢字難しそうね。静電気、まあでもね、冬はね静電気ありますもんね。静電気とおね。半幅横跳び
び？誕生日？いや、いけるか？まあ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 、できるよ。よし、できました。いきますよ。3、2、1、9。あ、ね、さっきの反復と…ね、さっきの反復横跳び何回跳べた？あ、痛い、静電気がって言おうとしたの。勝ったら終わりだそうです。でも今いい展開ですよ。1回成功、1回失敗、ラスト1回どうなるか。もちろん皆さん成功に決まってるじゃないですか。これとこれね。卒業したいよ、もう卒業したいよ、こういう時期はさ。ないよ、これはさ、持ってないよ、私。まあね、まあもうな、どうなったっていいや。3、2、1、9。すっごい筋肉です。あっ、私の中間にはみたいです。すいません。甘さなんてあるか。あるか、筋肉とじゃがんにさ。まあ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 、一回成功したからさ、いいんじゃない、いいんじゃないですか。ダメ、先生からダメって言われました。はい、終了。バレンタインチャレンジの結果は失敗でした。あー、悲しい音楽流されちゃった。あー、面白い。でもこれめちゃくちゃ面白いですね。やる前は、いや即興とか無理だよ、どうする、あの、一人ですよ、どうするって思ってたんですけど、楽しかった。ジャガンですよ。言ってた時期ありましたよね。皆さんもありました？私はありました。ということでね、チャレンジはここまでとなります。以上、一人声チャレンジでした。ありがとうございました。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件ですわ。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件、あっという間にエンディングのお時間になってしまいました。ここで番組からのお知らせです。次回2月25日の放送にゲストさんが来てくださいます。そのゲストさんはなんと、ドゥル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 、パーン、郡有沙さんです。やったー、先輩です。人生初ロケを共にさせていただきました先輩でございます。嬉しい。ということでね、リスナーの皆さんからの郡さん宛てのお便りをお待ちしております。どしどし応募じゃない、どしどし送ってください。メールは番組ページの投稿フォームからお送りくださいね。続いては私、川口里奈からのお知らせです。皆様気づきましたか？こちらがですね、リバティンエイジさんと川口里奈のコラボアパレルのプルオーバーパーカーなんですけど、これをね、今日着てて、まあ、後ろにあの…すいませんね、ちょっと今日ね、これをあのなんかセットで着ちゃってるんであれなんですけど、私の直筆のイラストが書いてあります。よかったらね、他の情報とかもツイッターにたくさん載せさせていただいてるので、私の SNS、ツイッターだけなんですけど、よかったらフォローしてチェックしてみてください。よし、ということで第3回目の放送をお送りしてきました。実は一人喋り、ちゃんとした通常会の一人喋り初めて、フリートークも初めてでございます。どうでしたか？ドキドキ、緊張しました。でも楽しかったです。筋肉とジャガンが特にね、楽しかったですね。次回、郡さんゲスト会も楽しみですね。本当にそれこそロケの時くらいしか、ロケの時が最後だったと思うので、すごい楽しみです。この後はチャンネル会員の皆さんだけが見ることができる限定パートとなっております。まったりゆうたりにお届けしていくお時間となっておりますので、皆さんもまったりしに来てくださいね。それではまた2週間後にお会いしましょう。お相手は
川口里奈でした。バイバーイ。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。